暑い。おはようございます、臼木ゆかです。今日も新潟県内のとある場所に来ているんですが、今日はですね、もうめちゃくちゃ有名な場所に来ています。もう皆さんすぐわかるかと思います。もう難易度1です。ただですね、この時期だからこそ来ていただきたい場所にもなっていますので、動画の中でその魅力をお伝えできればと思います。それでは新潟どこでしょうスタートです。行ってきます。めっちゃ白鳥おる。そこそこ近寄れる。小白鳥はおほおほって鳴いて、大白鳥はこうこうと鳴く。へー。こちらがですね、兵庫白鳥観察社で新たに販売されているスワンポップっていうアイスなんですよ。かわいいですよね。いただきます。うん、もちもちしてる。爽やかなカルピスっぽい味ですね。うん、冷たくて美味しい。なんか白鳥がこんなにいると本当に今夏なのかなって勘違いしちゃいますよね。今年は28羽の白鳥が兵庫には居残りされているそうです。はい、ということで正解は阿賀野市にあります兵庫でした。皆さん分かりましたか？ぜひスワンポップを食べて夏の兵庫を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、臼木ゆかでした。